ありがとうございます。皆さんたくさんファンさん見ていただいて、なんとね、生まれて初めての、歌ってみた動画を上げたばかりの私でございます。そう、私あの歌ってみた動画とか出し方わからなくて、まあ卒業するまでにね歌ってみたができるとは実は思っていなかったんですけど、あのファンの方をね、あの Rose Music Lab さんという方がですね、あの歌ってみた、あのやる気あるならもう全部協力するんでやりませんかって言ってくださって、あのもう何から何までもうあの動画作る方とか、あと私あのそういうつながりがマジでないから動画作ってくださる方とか、ミックスさんとかね、あの絵師さんとかね、あのなんかそういう方との連絡の取り方とかそういうのもね全く知らなくてもうそういうの全部自分やるんで、あのやるんで、あのやりませんかって言ってくださって、あの本当メイドイン気流会です、あれは。またしても本当にご本人スパチャありがとうなんでスパチャするんだよ逆あ、そう、あのせっかくね、まあ動画作っていただいたり絵描いていただいたりね、曲もあのミックスとかも全部やりますみたいな言ってくださって、じゃあお願いしますって言って、やる気だけはありますって声取りますって言って、制作費です。逆制作費、逆違うんだよ君。いや私ね、その制作費をあのお支払いもちろんね、あのしますってことで、あの請求書ですよ。あの絵師さんとかね、絵を描いてくださったりしてるんで、あの絵師さんに請求書をくださいってあの言ってんのにさ、なんかみんななんかあのなんか皆さんあのいらない感じですねみたいな言われて、いらないとかじゃなくてちゃんと請求してくれよって思って、払ってて草なんですけど逆にあのお支払いしたいので、ちょっとあの請求書くださいね。請求書が来ないんで、いつまで経ってもあの私ほら、私はあの世界一なんで、あのほらお金かかったっていいんだあのそれで本当にたくさんの方に協力してもらって、またねあの私のオリジナルソングもそうですけれども、協力していただいて、いやしかも本当に短い期間で、そして何よりね、よかったよって聞いてくれた皆さんの感想をさっきまで見ていたんですけど、もうそれが一番ね嬉しい。待ってたよこれ歌ってくのって。あ、そう、団長のあの、悪霊隊さん、悪霊隊さんにも参加させていただいて、それもねスタジオで、あれは収録なんですけど、あのその収録の合間にね、ちょっとずつ頑張ってあの音取って、歌歌って収録してみたいなことを繰り返して、あのなんとかね時間をもう作る時間を皆さんにもうやるって言ったら、もう皆さんに絶対お届けしたいと思って、ありがとう。ピヨンなしバージョンもあげませんか。いやあれ運営 NG なんだよ、運営 NG なんだよ、私のオリジナル曲で運営がギリギリ OK なのがあのポイントらしい。なんだよ全くずっとね、あの歌いたいと思ってた曲で、あの歌ってみてやりませんかって声かけられた時に、私が真っ先にこれやりたいですって、やりたい曲はずっとあったんですよ。あ、もうこの曲しかないと思って、ファンサがやりたいですって言ったんですよ。そしたら分かりました、あのオケ作りますって言ってくださって、でね、あのすでにあるオケですと実は高すぎて歌えなくて、私の声に合わせたオケ、カラオケを作ってくださいまして、本当に、あともう MV 私初めて見た瞬間、うわーって見た瞬間に私も涙をしてしまうほど、本当にすごい豪華絵師さんメンバーであと愛の手もね、あの方面にお願いして待ったって言ってくれてます。なんか MV 見たらさ、チュンゴスとかもなんかキルーちゃんとかもいた気がするんですけど、
なんか混ざってたよね。怪しいやついたよね。ありがとうございます。あの協力してくれた方々が本当に、あ、請求書お願いします。あと請求書を請求していただけないですかね。異常なスピードだったんですよ。私が卒業をするって言った何日後かな、3日後か4日後ぐらいに作ろうかっていう話が出始めたんで、本当に凄まじいスピードで、普通多分ね歌ってみたってこんなスピードで作らないんですよ。何も関わってないですけど請求書送っていいですか。関わってねえのに送んじゃねえよ。関わってから送れボケ。まあ私に関わってないタツノコなんていないんだけどね。2日続けてサプライズなんかね、皆さんに MV、オリジナル曲、そしてファンサーやってますけど、まだあるんで。まだあるんで、もっと。